フォームを崩して序盤でのノックアウトを繰り返し、2ヶ月間白星から遠ざかっている三浦が先発したベイスターズは1回、ツーアウト満塁と先制のチャンスに、ローズが右中間へ走者一掃の3点タイムリー。ベイスターズはさらに2回、ワンアウト3塁1塁と押せ押せペースでゲームを進めると、タイガースはファースト平塚が牽制球をご覧の通り、ベイスターズが序盤で5対1とリードし、ゲームを決めにかかります。3回途中から無情の雨が降りしきり、結局ノーゲーム。三浦、2ヶ月ぶりの勝利はお預けとなっています。横浜スタジアムです。36打席連続のヒットとどん底状態のタイガース新庄は2点を追う2回、ノーアウト3塁で登場。久々のヒットは1点差に詰め寄るタイムリー。タイガースの顔の一打で勢いづくと、5回には3連打で逆転に成功し、なおも星野がレフト線へタイムリー。ベイスターズの野村に4連打を浴びせて、この回一挙5点、7対3と形勢をひっくり返します。しかしタイガース3点リードの6回はノーアウト満塁の大ピンチ。ここで藤田監督3番手として葛西をマウンドに送ると、代打畑山に対してワンポイント策がズバリ的中。そして4番手湯船は2アウトを取った後、石井をファーストゴロに仕留めて大ピンチを乗り切ります。これで完全に勝負あったかに思われましたが、7対5と2点リードで迎えた9回、3番鈴木にソロホームランが飛び出して7対6、これで抑えのエース隔離が登場します。バッターは4番のブラックス。タイガースヒヤヒヤの1勝でベイスターズとの対戦成績を5にしています。球場だ。首位とのゲーム差は 5.5、 なんとかこの差を縮めたいドラゴンズは山本正弘を先発に送ります。その山本、変化球ストレートともに抜群のキレを見せ、5回までベイスターズに2塁すら踏ませないピッチングを披露します。打線も山本を援護。1回2アウトから立浪、ハウエルの連続ツーベースで幸先よく先制すると、2回には中村が2試合連続の第6号ソロホームラン。続く3回にも1点を追加し、ドラゴンズが序盤で3点のリードを奪います。なおも5回には音のこの当たり、センター鈴木のジャンプもあと一歩及ばず、打球はスタンドへ。第8号ツーランでドラゴンズが5対0とします。ところが6回、山本は初めて2塁にランナーを背負うと、進藤に今日猛打賞となるタイムリー。さらにブラックスにはレフト線にタイムリーツーベースを許し、この回2点を失います。しかしドラゴンズも7回に2点を追加し7対2、山本はこのリードを守りきり、今シーズン4度目の完投勝利、チームの連敗を2で止めました。音が横浜先発斉藤からヒットを放ち、チャンスを作ると、ここでバッターは6月絶好調の山崎。インコースのストレートをフルスイング、打球は高々と舞い上がりレフトスタンドへ、先制の21号ホームラン。さらに4回にはタイミングも感触もバッチリという22号、なんと今月13本目のホームランで4対0とします。一方横浜は毎回のようにランナーを出しますが、中日先発落合を捕まえきれません。5回もノーアウト1塁のチャンスでダブルプレー、まずい攻めで得点できません。逆に中日は6回、またも山崎、3打席連続ホームランはなりませんでしたが、ライト前へタイムリーヒット、5打点2ホーマーと大活躍でチームに勢いをつけます。それで火のついた中日打線はこの後もホームラン攻勢で横浜を粉砕、結局10対0で勝ち連勝です。中日1対1の同点で迎えた5回の中日、この回先頭はピッチャーの井出元。横浜先発森田からプロ野球初ヒットで出ます。コールズのヒットで二塁に進んだ井出元、2番神野への初球、井出元は思い切って三塁へ、チャンスを広げます。代打川又、ファースト駒田の動きを見て井出元が勝ち越しのホームを踏みます。中日は続く6回、2アウト1塁で再び井出元、2打席連続ヒット。井出元バッターとしてもラッキーボーイです。1番コールズ、2試合連続の12号スリーランホームラン、6対1と中日が大きくリードします。中日先発井出元は完投こそ逃しましたが、自己最長の8回途中まで投げて1失点、今シーズン初勝利で中日3連勝です。 5.5 ゲーム、この今のカープの勢いを表す言葉つきませんが、このカープは今日からベイスターズとの対戦です。呉の二高球場です。貯金18にホクホク顔の三村監督、低迷するベイスターズを一気に叩いて、さらに懐を温めたいこのシリーズ。口火を切ったのは2回、ジャイアンツ戦の立役者江藤でした。
ベイスターズ先発三浦からレフトスタンドへライナーで運ぶ17号先制アーチ。これがプロ通算150号となる一発でした。さらにこの後三浦は2アウト2塁1塁からピッチャーの前間にフォアボールを与えて傷口を広げてしまい、締めたと思った尾形のショートゴロを今度は石井が弾くお粗末ぶり。カープは棚本の2点をいただいて早々と三浦をノックアウト。この展開にさらに拍車をかけたのが2番手五十嵐でした。3回にはなんと3連続フォアボールでワンアウト満塁。ここでカープはロペスが右中間への2点タイムリーツーベース。相手のドタバタに乗じて3点をかっさらい、3回を終わって6対1と大量リードを奪いました。これに守られたプロ2度目の先発前間は戦意喪失気味のベイスターズ打線をいとも簡単に切って取り、チェコが抜けたローテーションの谷間をしっかりと埋めます。そしてとどめのイニングは4回、またしてもフォアボールとエラーでチャンスを手に入れたカープはここに試合ヒットの出なかった前田が見せます。左中間への2点タイムリーツーベース。ついにこれで7連勝、貯金20の大台へあと1つです。先発起投は序盤スローカーブを活用、以後組み立てを微妙に変えながらゲームを作ります。ただ超強力赤ヘル打線がベイスターズ先発野村の巧みな配球に5回まで奪ったヒットはわずかに1本。このカードには珍しく投手戦の要素を呈していきました。お互い欲しくてたまらなかった先制点は6回のカード。ワンアウトから尾形が初球外寄りスライダーをものの見事に捉えます。これが右中間への8号ソロとなり、ようやく均衡を破りました。しかし連敗脱出へ必死のベイスターズは7回、才木のヒットからワンアウト3塁2塁のチャンス。ここで8番谷繁がミートを心がけたバッティングで1、2塁間を破りすぐさま同点とします。この裏カープの先頭バッターは4番江藤。ベンチがスタンドが望むものは1つです。あまりに完璧な3試合連続の18号ソロで再びリードを奪いました。そして9回、紀藤はロペスの信じられないこのエラーからノーアウト2塁のピンチに立たされますが、気力を振り絞っての完投9勝目、カープの連勝街道はどこまで続くんでしょうか。ボールで2アウト2塁1塁、佐伯、低めのスライダー、打球がセンターへ抜けてベイスターズ先制です。4回のベイスターズ、この回先頭ブラックスヒット、佐伯の当たりセカンドの左、ダブルプレーを当てた立浪、よもやのエラー。ノーアウト3塁1塁とチャンスが広がります。バッターはローズ、初球インコースのシュート、親指がボールと一緒にセンターまで飛んでいったかと思ったというほど詰まりながらもベイスターズ2点目。この後2アウト3塁1塁という場面、バッターピッチャーの斉藤隆、軽いスイングで3塁線を破ります。さらにさらにベイスターズは5回、2アウト3塁2塁、またしてもローズ、スライダーをセンターへ、これが2点タイムリーとなりました。ローズは今日3安打。8対0と大量リードのベイスターズ、その先発斉藤隆はバランスが良くストレートが走っていました。スライダーとフォークも低めに決まって奪三振10。8回に鳥越にツーランを浴びて完封は逃しましたが、最後のバッター彦野をサードゴロに打ち取って完投で6勝目を挙げています。